今回は白内障手術後に後悔しないために、知っていただきたいことに関してお話しさせていただきます。学部眼科の学です。動画ご視聴いただき、ありがとうございます。白内障手術が終わると、多くの方は、し、機能が回復します。本当に手術をしてよかった。こんなに見えるのなら、もっと早く手術をしておけばよかった。というように、満足される方が多いです。ですが。 中には手術がきちんと終わって手術自体は成功したとしても不満に思われることがあります白内障手手術術をししてて確かにに視力は上がっったんだけど手術前より不なまた手術後のゴロゴロした症状が不快だ今まで見えていなかったものや光の筋や影みたいなものが視界に見えるようになってしまったというようなこともあります。 これは白内障手術前にお話ししていることであるんですがしっかり術後の見え方を理解していないとこんなはずではなかったのにと後悔の原因となる場合があります今回は白内障手術手術後に後悔しないために知っていただきたいポイントに関してお話しさせていただきます白内障手術で後悔しないための重要なポイントはズバリ手術を即決しないことです 年だからとか、先生に言われたからとか、そのような理由で手術をすぐに決めないようにしていただきたいです。白内障の多くは加齢が原因ですので、60歳を過ぎると少しずつ水晶体は混濁していきます。ですが、白内障だから必ず手術が必要かというと、そうではありません。白内障といっても手術を必要としない軽いものから色々あります。メガネして0.5、6ぐらいの視力しかない方であっても、 遠くも近くもも近見えてて日常生活不便していまませんと言われれる方もおられます0.7以上の視力は例えば運転免許更新に必要な視力でありますがすでに運転免許も返納されていて遠方視力を必要としていないそして生活の中心がほとんど家であるといったような場合手術をすぐにせずに経過を見ていく方が良い場合があります。 もちろん眼科に行かずほったらかしにしてくださいと言ってるわけではないんですが安易に白内障と言われてすぐに白内障手術を決めると冒頭でもお話ししましたが視力が上が上っったたけど不便にななというようよことが実際にあるんですこれはどういうことかというと遠くは確かに見えるようになったんだけど手術前より手元が見にくくなってしまったというようなことで不満につながる場合があります。これはもともとと手元にピントががっていた方が 遠方合わせを希望された場合に置きます単焦点眼内レンズで遠方合わせにされた場合遠方は裸眼である程度見えることが可能ですが眼内レンズ自体に調節力がありませんので手元を見るときは基本眼鏡が必要になります遠方の視力が上がれば必ず生活がしやすくなるかというとそうではありませんので注意が必要です通常視力検査は裸眼視力を測っていますいくら遠方視力が上がったとしても必要としている距離 例えば読書に必要な手元3 0ンチの距離であったりパソコンなどで必要な60センチのの距離の裸眼視力ががが出ないとと不満につながることがあります家の中での生活がほとんどでパソコンやスマホや本を読んだりというような近方作業が中心の方でしたら手元を重視した見え方を選択された方が生活しやすいです。 生活スタイルに合った裸眼で見たい距離を先生に伝えて術後の見え方をある程度シミュレーションしておくことが大切ですこのように術後に裸眼で見たい距離をしっかり伝えることも大切なんですが同じくらい大切なことは白内障手術をすることで起きる可能性がある症状をきちんと理解しておくことです主に3つあって1つ目はゴロゴロするなどの目の違和感です術後に最も言われることです 白内障手術は小切開低診臭の手術でありますがわずかに切開しますしそれに伴って違和感が出ることが多いですもともとドライアイがある方は術後症状が悪化することがあります。 手術中は目が乾かないようにお水がかかったり消毒液を使って目洗いをすることで目の表面の角膜や結膜といった部分が一時的に荒れることがありますまた術後の目薬で異物感が増悪する場合があります術後の目薬は基本3本使いますどれも大切な目薬なんですが多くの目薬に塩化ベンザルコニウムという防腐剤が入っています 塩化ベンザルコニウムは殺菌力が強くてボトルが汚染されないために多くの目薬に入っています大切な成分であるんですが作用が強いので角膜や結膜に傷をつける原因になってしまうことがありますこのように術後の異物感は傷口の影響であったり術後の目薬が関与している場合があります手術後はこのような頭部の違和感を自覚することがありますが 注意していただくことは気になったとしても、相部を触ってはいけませんし、眼球を圧迫するようなこともしないようにしてください。白内障手術後から2週間の間は感染症の起きやすい期間になりますので注意が必要です。相部の違和感は数週から1ヶ月程度で落ち着いてくることがほとんどです。2つ目は新たな非文書を自覚することがあります。 非文章というのは、白い壁や青空を見ると、自分にしか見えないアメーバーみたいな透明なものであったり、黒い天井のようなものです。このようなものが術後見えるようになったのは、手術の失敗ではないのか、というように稀に言われることがあります。非文章の原因は、目の中の小死体という部分の濁りです。本来小死体は無色透明であって、若いうちはほとんど濁っていないのですが、年齢とともに小死体の成分であるコラーゲンが変性します。 これが小肢体の中で浮かんで、非分症を自覚するようになります。この非分症は白内障、手術前からあるんですが、白内障がある方は視界がぼんやりしか見えていないので、非分症の存在に気づかないんですね。白内障手術をして濁った視界が取れることによって、このような非分症を自覚してしまうんです。白内障手術で非分症が増えたわけではなくて、 もともとあったものが術後見えるようになりますこのような非分症のほとんどは生理的な非分症であって手術の失敗ではありません多くの非分症は問題ないものではありますが中には白内障手術術後に網膜剥離のような病的なものが起きる場合があります特にマイナス -6 ディオプタ以上の強度菌糸の方は注意が必要です術後網膜剥離が発症する可能性が パーセント程度あることが報告されているからです手術直後より半年、1年と術後少し経った後に起きやすいことが知られているので術後は必ず指示された通りに受診されるようにしてくださいその中で今まで順調な経過だったのに急に非文書が増えてきたというようなことを自覚された場合は次の受診を待たずにすぐに受診する必要があります3つ目は視界に光が走って見える というような症状や視界の外側に三日月状の影が見えるというような症状ですこれを異常拘置症というふうに言いますが白内障手術後にまれに起きる合併症として知られています人間の水晶体は直径1 0ミリ程度ありますが人工レンズは6ミリ程度です黒目に入った光がレンズの端っこに当たって乱反射することで起きる現象です一般的に異常拘置症はハローグレアといった 多焦点眼内レンズで起きる症状として知られていますがそれとは別の現象で単焦点眼内レンズでもこのような現象が起きることがありますこちらに関しても基本的には一時的なことが多くて時間とともに落ち着いていきますこのように白内障手術は色々知っておくべきポイントがあります白内障と言われるとすぐに病気だ治療しないといけないというように思われる方もおられますが一旦立ち止まって まず本当に見え方に困っているかどうかを考えていただくのが良いかと思います今回の話をまとめますとまず一つ目に元々手元のピントが合っていた方が遠方合わせの眼内レンズを選択すると遠方視力が上がったとしても手元が見にくくなる可能性があります二つ目に実をゴロゴロするような異物感を自覚しますが気になるからといって目を触ったり圧迫したりしないようにしてください 3つ目に、術後の非文書は元からあったものです。濁った視界が改善することで自覚できるようになってしまいます。そして4つ目に、マイナス6ディオプターを超える強度近視の方は、術後1%程度の割合で網膜剥離になる可能性があります。術後は指示された通りに経過観察されるようにしてください。 そして最後5つ目に単焦点眼内レンズでも術後に視界に光が走って見える現象であったり三日月状の影を自覚するようなことがありますという5点です白内障手術は機能を回復することができる非常に満足度が高い手術でありますがいろいろ知っておくべきポイントがあります裸眼視力が上がれば満足度が必ず上がるわけではありません必要としている距離を必ず伝えること そして、術後起きる症状を理解しておくことが、手術を成功する重要なポイントになります。結局は、カウンセリングをしっかりしてもらえる眼科が良いと思います。手術を受けるんじゃなかった、というようなことがないように、きちんと要望を伝えてもらえたらと思います。今回は、白内障手術を後悔しないために知っていただきたいことに関してお話しさせていただきました。 この動画では眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話しております。良ければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。